こいつです。なんか業を背負ってる羊がいるな。わたねかこね。アクタンとか意外だった。いや、アクタンはあのね、一番最初に声かけたまであるぐらいなんですけど、なぜかってなんか本当にそろそろ動き出さなきゃな、生誕のライブって思ってるぐらいの時に、なんかちょうどアクタンと収録で会うことがあって、でなんかいや、アクタンとそういえば一緒に何もやったことないなみたいな、いやあるけどないなみたいな。でカウントダウンライブとかあったじゃないですか、カウントダウンライブ。そう、あんまり意外とないなということで、ちょっとね、いやアクタンとはいつか一緒にって思ってたんよな。でその時になんか私の一番可愛いところっていう曲をね、一緒に歌わせてもらったんだけど、なんかそのあやめたんのさライブがあったじゃん。その時に初めてこの曲知って、え、めっちゃ可愛いってなってさ、まあ、結構さ、いろんなホロメももう歌ってると思うんですけどまあそのぐらいの時からね、あれだよね、瀬戸際組み始めるわけだからさ、まあちょっと流行がね一周回るみたいなところあるんですけど、もうそれ仕方ないよね。だってそれはそういうしょうがないよね、それは。そうそうそう。でそれ聞いた時にもうめっちゃなんか一緒に歌いたい人ってパッと思い浮かんだのがまずアティシだったわけよね。ねえ、めっちゃアクタンに合うなと思って、アクタンと歌いたーいってなったわけですよ。そう。いや、タイムラグは仕方ない。もう流行りをさ、そう、予想しないといけんよね、ほんとに。大変よね。そうそうそう。で、アクタンに、その直接、なんか、控え室にいるときに、さ、アクタンって、え、何？もし、生誕ライブ、よかったら、お誘いしてもいい？え？いいよ。え、いいよ、いいよ。みたいな感じだったわけ。そう。でも、え、いいよって言いつつ、アクタン、なんかなんていうの、気を使ってさ、その時はいいよと言うけれども、実際に、本当に受けてくれるからさ、お仕事とか、ね、忙しかったりとかさ、なんかあるかなと思って、いやもう、ワンチャンぐらいの気持ちだったわけ、ワンチャン。ワンチャン受けてくれたらいいな、みたいな。一緒に歌えたらいいな、ぐらいの気持ちだったんだけど、そう。ちゃんとね、改めて依頼したんで、オッケーしてくれて、へってなりましたね。そう。嬉しかったね。ねえ。めっちゃ可愛いよね。歌詞割りとかも全部自分がやるんですけど、そう。いや、わかんない。みんなはそれやってるかわかんないけど、ミコは、全部歌詞割りとか、コーラスとか、そこら辺も、自分で、この歌詞は、この子に言ってほしいなとか、もう結構こだわって作ったんですよね。そうそうそう。なんか、よいしょ。そう、私の一番可愛いところはさ、なんかセリフ帳みたいなところがさ、結構あって可愛い曲じゃないですか。だから、なんかね、あ、ここはこれだなみたいな。おかゆんとかさ、なんかこう全校ってイメージがあるからさ、すごすぎるとかさ、やってほしいなとかさ、なんかいろんなのね、なんかこだわってね、考えた気がする。うん。そう、私の一番可愛いところのメンバーで言うと、なんかまずなんかそのミコの中のなんかギャルゲー、いや、ヒロイン感のある、なんか、タイプ別のヒロインみたいな集まりみたいなイメージで、依頼したんですよね。まず、おかゆは、なんていうのかな、一見クール系のふわふわ、なんかちょっと、なんかいたずらっ子な、なんか、
女の子で、釈迦とかはマジで後輩キャラで、後輩ギャル、後輩ギャルよ釈迦は。後輩ギャル、みも結構好きなんですけど、後輩ギャルのキャラってね、あのふむちゃんとかはもうマジ清楚のキャラよ、本当に清楚キャラ、しっかり者でクラスの委員長みたいなイメージで、よいしょ。アクタンとかはもう本当にドジっ子のさ、もう人見知り、人見知りでさ、これ結構なんだろうな、ギャルゲのセンターに来るような感じのポジションで、わかる、この、わかるかな、よいしょっていうね、そうイメージで考えたんですよな。ミコはまあ元気子なんかな自分のことなんてちょっとあれだけどさ、まあ、ミコはそういう感じでメンバー構成をしたよって話ね。そうこの中ちょっと変だね、まあ、こうか。そうなんでしょう、俺の考えるギャルゲヒロインみたいな感じだった感じだった。そう学園ものというかなんというか、いや癖がね詰まってる。でその前にさ